どうもこんにちは、塾のです今回のフードエージェントに聞くシリーズなんですけどもあのペットボトルのミネラルウォーターってあるでしょうあの水道水飲むよりもまあ、体にはいいんじゃないかなと思って私もわざわざ買って飲んだりとかしてるんですけどもでも一つね疑問がずっとあったんですよ水といえどもペットボトルの中で保存するのにはやっぱ限界があるんで水道水ってのはほら 毎日毎日こう循環して流されてるじゃないですか。その分フレッシュな水が届いてるとも言えるんですよ。でもペットボトルの水ってどっかで水を汲んでボトルに詰めてで工場から倉庫に入れてトラックで運搬して出荷ってことになって店頭に並ぶでしょう。少なくとも数週間から数ヶ月そして賞味期限に至っては1年とか2年とかってあるはずなんですよ。さすがにね水って まままったままだとと何ががしかの問題が起きると思うんですよね菌が繁殖したりとかね。でそれを抑えるためにある程度の添加物や殺菌剤が入ってると思われてるんですけどもそれをねフードエージェントにちょっと聞いてみたらやっぱりね各メーカー各ペットボトルの水有害さを比較したものが出てきましたよ。でそのデータはちょっとここではお見せできないんですけども多分検索するとね あの出てくると思います。リトマス試験紙でこうやって並べたやつがね。まあ最も害がないと言われているのがクリスタルガイザーなんですけども、このクリスタルガイザーも2種類に分かれていて、クリスタルガイザーの蓋が青いやつは大塚製薬が責任を持って輸入しているものなんで、割引にはならないですけども、まあまあ安心安全だそうです。でも同じクリスタルガイザーでも並行輸入品っていう、 キャップがが白というか透明なやつはヒ素が入ってるんですよねこれヒ素というとほら和歌山カレー事件っていうので死者が出るでしょだからこの水を飲み続けるっていうのはやっぱり危険だなっていうところに来るわけですよで一番安全と言われてるものですらこれですからペットボトルの水は実はね水道水有害ということになりましたどうしましょう、まあ、人間は感情の生き物ですからこっちの方が健康に良さそうと思ったらね 本当に健康に良くなるのかもしれませんし水道水はまずいと言うんだったらね、うん、水道水飲まない人もいるかもしれませんけども結局カップラーメンとか味噌汁とか煮物って全部水道水でしょお風呂も水道水でしょだからねそう考えたら全体の水の量で持ち運ぶ水だけミネラルウォーターにしたところで仮にミネラルウォーターが無害だとしても全く効果ないですよね、うん、人間は思い込みの生き物ですから 大半が水道水でやってるわけですよ。だから、持ち運びの水だって別にね、水道水でいいんじゃないかということでございます。で、最初にもお話しましたけども、水道水って常に新しいものが作られて循環してるんで、たまったまんまのペットボトルよりはかなりいいんじゃないかなっていう気もしますね。まあ、あんまりこれね、どっちがいい悪いになると、 怖い健康宅の人がどっかから出てきてね、怒られそうなんで、<laughs> まあ、どっちでもいいんじゃないのっていう風な、ああ、濁しで、今日はね、結論付けたいと思います。そこで、フードエージェントにもう一回ね、あの、別の角度で質問したいんですけども、健康食品ばっかりにこだわって食事をしてるとね、確かに健康になって、健康になった自分の体をものすごくね、あの、喜びに満ちた、あ、考えで過ごしてるんだと思いますけども、これから、年末年始、ね、 例えば、クリスマスとか誕生日とかお正月とかどう考えても添加物だらけの食品にまみれるじゃないですかそういう時はどうするんですかとねやっぱり私の気持ちとしては普段はもう健康志向なんだけどもそんなね飲み会に行ったりパーティーに行ったり誕生日する時にいや僕は健康志向なんでこういうものはちょっとって言ったらもう呼ばれなくなりますよ <laughs> 社会生活不能になっちゃうんでたまには 害があると分かっていながらも、それを忘れてね、マリファナパーティーしてるわけじゃないんで、楽しんでくれればいいのかなと思うんですけど、その辺はどういうふうに住み分けしてるのかなってことを聞いてみたいと思います。さあ、改めて質問ですけども、普段は健康に気を使って、いい食材、いい調味料、そして考え抜いたメニュー、とってもいいと思います。でもたまにはね、たまには、ほら、クリスマスの時ぐらい、ラクトアイスを食べてね、うわ、添加物だ、美味しいな、とかね、 わけのわかんない油ドレッシングだとか言ってね、食べたりとかね、コカ・コーラだ、ごくごく砂糖まみれだとか言ってね、一、まあ、日ぐらいいいじゃないですかと思うんですけど、その辺はどうでしょうかお疲れ様です。